コウジさん、鈴鹿さん、リコちゃん、キングさん、ハイオーさん、AB さん、こんばんは。ヤノちゃん、トッキンさん、ユウマさん、銀色さん、ダイアンさん、コーンフレークさん、カープさん、ブラックさん、ラブレターありがとう。太陽さん、ハートありがとう。リチャさん、かわいいとバラのギフトありがとう。井上よしひろさん、ガッチさん、ニロさん、イッチーちゃんさん、トチピンさん、ちくわドーナツさん、一つ投げたら 0G になりました。え、ありがとうリコちゃん、音符ありがとう。ペガスマンさん、ハート。ブラックさん、レインボスター。京太郎さん、バラありがとう。ダイさん、トシキさん、ケンケンさん、カロさん、こんばんは。いっちーさん、はよーさん、ありがとう。ギフトありがとうございます。1位にいるうちにスクショしといて ゆっちょさん、みっちさん、ひでとさん、みっちさん、バラありがとう。おおまささん、こんばんは。じゃあちょっと話すことはもうちょっと思いつかないので七並べします。37分いける？38分にしようかな。38分で
38分から七並べします。あやたんこんばんは。たかな。あ、来た。待って、全員来た。お疲れ様、お疲れ様。目キラキラ、嬉しい。全員、そう、4人とも来た。ジュアンさん、バリーさん、こんばんは。損得してくれるかな、みんな。損得して損得して。超適当にやってる。ごまさばさん、こんばんは。今は七並べしてます。みんな絶対存続してる。クリームソーダさん、あやのちゃん、よしやんさん、バリーさん、ジュアンさん、ぶんちゃんさん、いっちーさん、タックさん、 STI さん、こんばんは。我が輩の自身に忖度はない。みんな忖度しなくていいよありがとう。父磯さん、こんばんは。ひまわりさん、こんばんは。そうなの、そうなのってなんだ。ニータンも古典にやられるのか。ニータン、なんでも大丈夫だよ大変ありがとう、こちらこそありがとう。
カー顔でパフォーマンスできるよね。ワクワクしてるでしょ。あさってですね。あさってしあさってですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。こんばんは。こんばんは、ウヤッキーさん。こんばんは。じゃあ立ったら、じゃあ当たったら普通にやります。全然どっちでも大丈夫だよ。忖度してくれたら大人だなってそれは忘れて嬉しいし、全然ガチでも七並べの2ガチとかあるかわかんないけど、どっちでも大丈夫です。私も適当にやってる時もあるんでレッスンお疲れ様。四国頑張ってね。ありがとう。四国クフェス四国頑張ります。1位争いを一旦できた。イエーイ。わかんないです。誰とも会ってないので聞いてないです。ぼやっきーさん、土井磯さん、ありがとう。ギフトありがとうございます。あいおうさん、ひまわりさん、土井磯さん、ヘンダーソンさん、ありがとう。今日は台風があるから一つレッスンキャンセルした。あ、逆にレッスン側が、授業側がキャンセルされた。めっちゃ嬉しい気持ちで帰った。最高最高です。雪とか台風とか帰れるの最高よね。第5週とかね、そういうのでレッスンないのって特別な幸せがあるよね。確かに台風大丈夫かな。クリスティアナさん、サイリウムありがとう。ジオンさん、アイスレモンさん、アユノちゃん、ありがとう。最近毎日配信してくれるし、アユノちゃん来てくれるの嬉しい、私も嬉しい。そうそう、元は3つ授業あるから1つキャンセル出たの本当に一番幸せです。いや本当に特別時間あるよね、そう休みってね。でも台風だから遊びにも行けんかったかな。大丈夫で雨あまりないからよかった。なんかさね、
なんていうの、台風だけどで学校とかで授業とか休みになるけどすぐ、そういう系大したことないと遊べるから楽しい。小2の孫に時計の読み方教えてたけど全然ダメ、眠くて泣いて終わりでも優しいね、教えてあげて教えてあげて。でもあの結構時計読めない人、読めない子って意外といると思うんですけど、まあ結局いつか大人になる前に読めるようになるんで全然大丈夫だと思います。ゆっくりでいいんだよえ、読めない大人いるって話。大丈夫、それぞれ理解できるもの、得意なもの苦手なものってあるからけど結局わかるから大丈夫です。研究室ステージはどのになりそう？楽しみにしててください四国らしく頑張ります。今はデジタルだからね、確かにそれはあるわ、それはあるわ。結局ね、難しいよね、時計難しいよね、難しいこともあるよね。自分は時計でも時計はできたかもけど、九九好きじゃなかった。九九の暗算暗記みたいな好きじゃなくて、なんでそういう言葉で覚えなきゃいけないのかが分かんなかったあとは何だろう、なんか今思った気がするけど、なんだっけ、なんで途中式書かなきゃいけないのかとか、そういうの分かんない、なんか意味分かんないこと好きじゃなかったから、なんで暗算できるじゃん、なんで暗算しちゃダメなのとかも思ってた。Hello, I'm from in Indonesia. JKT Jakarta 48. Yay. あやた、ゆいた、福福行くね。嬉しすぎる。待ってる。みんな待ってます。香川県待ってます。明後日しあさって香川県待ってます。太陽さん、ベガスマさん、ミンミンさん、ハートたくさんありがとう。クリスティアーノさん、東さん、カブトさん、ありがとうございます。嬉しいです。実は自分もテストできなかった記憶ある。テストできなかったテストって変だよねって思ってた。結構何の科目でもなんか例題とか変なの多いよね。え？みたいな。明日は9月6日で黒の日。黒い服は好きですか？新衣装の
信州黒くて可愛いよね。黒くて可愛いわけじゃないけど、黒の信州可愛いよね。鶴亀山、私鶴亀山なんか一発か二発目で大体当たっちゃうから、なんか意味理解できなくても正解しちゃってた。香川県に行ったのは30年前だ。30年前、なんで香川県行ったの？旅行？公園の次にうどん食べるの楽しみにしてます。いや、わかる、そうだよね。自分も会場の近くのうどん屋さんとかさっき調べてみちゃった。あさって楽しみ、遠足的楽しみがあるよね、香川県。算数の公式たくさん覚えて記憶あるな。ね、公式ってね、覚えてよね、かわいい。みんなも香川に行くみたい。多分青黄色たくさん降る。みんなサイリウム降ってくれたら嬉しい。1時35分の42分後は何時何分ですかみたいな。ふり、あ、なんかあれよね。で、なんか60分で1時間っていうのが、60秒で1分とか、そういうの普通になんでって感じだよね。そもそも論ね。それ誰が決めたのってちょっと正直思わない？多分自分が子供だったらそう思うと思う。なんでそれ誰が決めたのって。なんか動く点 P とかさ、そういう系もさ、なんかだからってなっちゃうよね、正直。それ何みたいな。なんかもっとなんか想像つきやすい教育に変えた方がいいよね。地元の製麺所で食べたいけど昼くらいで閉まってるイメージ。そうなの？そうなんだ。そういうやつあるよね、昼くらいで閉まっちゃうところ。仕事で最終の新幹線乗って高松に行って、その夕方に帰る。その何、日帰りでの記憶が30年前なの？仕事で行ったんだ。イータンは学校あまり上手じゃない科目得意ってこと？得意科目、苦手科目あるってこと？苦手科目なんだろう。なんだろう。で、言ったら引かれそうだからやめる。ちょっと思いついちゃったけどやめる。青黄色振ります。見つけてくれたら嬉しい。見つける、見つけたい、ありがとう。お疲れ様、お疲れ様。24時間なのは約数が多いからしい。そうなの？何、約数、数とか懐かしいな。公約数、公倍数。週末ライブ楽しみにしてます。高松で待ってます。楽しみにしてます、ありがとうございます。そう、うどん屋さんは早いのよ。何、みんなうどん、じゃあ夜食べないってこと？香川県民はみんな昼ご飯、朝ご飯なの？うどん、もしかして。高松で食べたのはココイチのカレー。ちょっとその思い出変えようよ。じゃあ男女を読みします。13位京太郎さん、12位春尾さん、11位土理想さん、10位クリスティアノさん、9位ブラックさん、8位タックさん、7位リチャさん、6位ミッチさん、5位イッチーさん、4位カブトさん、3位ちくわドーナツさん、2位クリームソーダさん、素
て1位はバリーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。いつもありがとう、みんなありがとうございます。配信ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう、パチパチありがとう。1日3食うどん、うどんもいいね。全然うどんって食べれちゃうよね。チェーン店のうどん焼いてるよ。それはちょっと香川に行った意味が香川盛り上げてくださいね。もう本当に盛り上げられるように頑張ります。みんなと一緒に盛り上がれたら嬉しいです。香川ってうどんみんな朝食べないのかな。ありがとう、ありがとう、ありがとう、配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。おやすみ、おやすみ、またね、またね、おやすみ、おやすみ。食べたらおすすめうどん紹介してね。したい、観光したい香川観光したいよ。またね、おやすみ、またね、明後日楽しみにしてるね。で、明日も明日楽しみにしてるねって言うと思うけどまたね、またね、またね。またね。バイバーイ。おやすみ。今日も可愛い人でした。ありがとう。いつもありがとう。長めのバイバイ。またねー。